では続きからやっていきましょう。はい、ドラマルートですね。はい、ドラマルート突入。わあ、え、鹿仲間から目撃情報が出たんすか。さすがっす、さすがすぎるっす、大家さん。見つかるんかな、春さんはね。なるほど、この手紙っすね。手紙、アマゴ春久っすね。いや、今はいいっす。秋のおすじかさん、6歳の証言。ここ最近、厳島の毛利元就がアマゴ漁を狙って何やら企んでいたらしいと。ラジオネームじゃねえか。これは決定的な証拠と呼んでも過言ではないっす。あー、岸人は厳島にあり。急ぎましょう、おやさん。春様の身が危ないかもしれないっす。春様、一応出ますけどね、アマゴ春様はね。出るっちゃ出るけど、まあ、なんかな、絡みそうないんだよな、ストーリーで。逃げ道を塞いで下手人を追い詰めるっす。どうした、何を騒いでいる。はあ、それがおかしな子供と鹿が陣内に入り込み捕らえようとしているのですが、これがなかなかに手ごわく。我が軍の時と労力を浪費するな。これが通常攻撃ね。同時の相手など同時にさせておけばよい。あれ、春久様じゃん。人違いでした。あー、違ったか。すいません、びっくりしたわ。すべての事象は我が盤上にあり。はい、オッケーオッケー。で、ここで開門と。毛利元就、限りなく黒に近い灰色の人物。新たな駒、試してみるには良い機会。ここ陣多いよね。あ、鶴姫や。痛い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 。鹿君は私の敵なんでしょうか。我の声を疑ってはいけない。卑弥呼、信託は絶対なのです。そうですよね、ご信託は絶対ですよね。ほら、鹿くん、そんなものを振り回して暴れちゃいけません。待ってください、鶴姫さん。僕はただ、春様、アマゴ春久様の居場所を探しているだけなんです。共に戦場へと埋没する駒となろうぞ。はい、あなた悪い子です。お尻ペンペンします。そぎ落とすよ、出なくば次を投じられる。よいしょ。土地を求めて争うが武士、勉強になるな。言い訳する子は懲らしめますよ。えいやっ、うわー、じゃあもう懲らしめながらも構わないんで、とにかく話をさせてください。そう、この二人の絡みあるよね。いいね、この名前。絡みが可愛いな。ピンときませんか、アマゴ。まあ3には出てるんで、アマゴハルシさはね。でも大丈夫、私がバシッと占ってあげます。まあモーションが一般武将の技と一緒っていう。我が軍を阻むものなんてありはしねえ。怖い怖い怖い。ハルシ様がいなくても結構やっていけるもんだな。はい、これより突撃いたし、存分に暴れてやりましょうぞ。行きましょう、次。いや、ここね、取られやすそうなんだよね。これで攻撃しながら移動。まともな語り口であるな。見習いだからって手加減無用。こっちには、あれ、これどうやって行くんだ。おやさんがいますから。あ、こうか。砂嵐がないだけでこれだけ育成が勝つとはな。大式角はキリンの証ですよね、おやつさん。おいほい、逃げた、今だ、突撃。
いや目の前ちょっと鏡振りますのやめてもろて。日の本は秋となる、その礎の駒となる。おいしょ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 、オッケー。少し召しませ、少し召しませ。サンデーさん。サンデーさん、どこのどなたですかそれ。ああ、ここの総大将ですね。ご神託があります。ご神託があります。彼の最後の言葉が下旬を示しているような気がしなくもない。どこにいる鶴姫。鶴姫に厳命します。口をつぐみなさい。わかりました。ちょっと場所が悪い。場所はじゃあそれは暗号ですか。もう一度お願いします。とにかくアマゴさんのことはサンデーさんに聞いてください。教えてください。サンデーさんとは一体。神様、春様、仏様、未熟な僕、おい力を。よいしょ。もはや駒にもなりえぬ我が盤上の散り崩れ。ちょっと今どこいる。聞け、カンナギ。おい卑弥呼など、もとよりこの地にはおらぬわ。まあ、幻聴みたいな感じですかね。卑弥呼さんの名前を語って私を、なんてわ。あなたのような人に。ちょっと腹具合が悪い。急に何事っていうけど、今日ね、なんかね、撮影前結構腹具合悪くてね、治って撮影しようかなと思ったら、ちょっと撮影中にちょっと腹具合が悪かったぞ。まずい。小娘の仕業だというのか。いや、さっきまでクソ痛くてね。鶴姫さんの証言をまとめると、サンデーなる謎の人物が事件の鍵っすね。そしてもう一つ、鶴姫さんの言動はそのサンデーなる人物がこの厳島にいることを示しています。サンデー、まあいますけどね。ここの総大将ですけどね。一輪の申し目、眩しき光にひれ伏せ。さあ、貴殿の日輪信仰に帰依。壊したいな。では僕の質問に答えていただきましょうか。で、ちょっとパパッと壊しに行かないと。もしもし。はあ、晴れちゃいました。また悪だくみですね。私負けません。きこめし、ここめっちゃ敵湧くんだよ。俺たちも負けてやってぜ。曇った。小娘、我と張り合うか。お願いします。追い詰めたぞ下心。とりあえずここでバッサロだと。否定するところがますます怪しい。オッケーってことで、これでした。日輪よ、それがどうした。我が策に陰りなし。おお、元成様のお力で再び日輪が。待って、何もできへん。じゃあ、なかった。ね、バサラザ打ったぞって。テラタマ、リン。すごい、すごい。辛いね。ることもできぬとは。あ、戻った。見たか、我らの中。これどうすりゃいいんだよ、バサラザ打った後。逃げるだけなのか。親方様に任せる感じか。親方様じゃねえや、おやすさんに任せる感じなのかな。テラタマリン。はい。兵に動揺が広がっておる。早いところ落ち着かせねば。あの陣だけは壊したいな。了解いたした。テラタマリン。リン、了解。もう飛行機。やった。
テラタマリン。はい、オッケー。うん、鹿之助はちょっとバサラ技はきついね。本当に頼りになる鹿だよな。撃った後何もできんっていう。しかもあの固有技親方様に変われないっていうのもまた辛いね。なかなか鹿之助はマジ。よし、取り返したぞ。再び取り返したぜ。なかなか特殊ですね、鹿之助は。強いんだろうけど、なんか使いこなせてない気がする。あ、いつものことか。いつものことか。とテラタマリン、ちょっと範囲がな。誰かの手駒で収まる元成様ではない。それが範囲がちょっとな。何をしている貴様ら。日輪の加護を受けて。それか。愛すみませぬ。あ、やめて。聞こえい。よし、アラゲ軍前進。ん？あ、合流した。貴様との馴れ合いなど。お、サービスショット。悪いことをしたらごめんなさいでしょ。ふん、小娘に詫びなどごめん被るわ。あ、こういうのもあんだ。はい、よくできました。結果的にごめん。あ、それでね。そう、素直が一番です。これからは。いや、違いますよ。様をつけてくださいね。噛み合ってないよ。あ、それから鹿くんもちゃんと卑弥呼様って呼ばなきゃダメですよ。噛み合ってない、噛み合ってない。おう、おのれの愚行を恥じて稲。サーカス。おやさん、わかるんですね、この人が一番怪しいってことを。どういうことって。なぜ追い詰めたぞ、下手人毛利元就。いや、謎の男サンデー。サンデーだと。知らぬな。とぼけても無駄だ。ここに残ったのはこれで終わりじゃ。僕とおやさんだけ。僕は僕、おやっさんは鹿。ということはサンデーに当てはまる人物はあなたしかいない。これは調子に乗っちゃいました。取り調べ。白状しろ、サンデー毛利。あるさります。愛の楽園とはどこなんだ。ザビー様。こうやって親方様に任せれば。親方様、もうこうやっておやっさんに任せればいいの。鹿之助は何やってんのこれ。あ、すすでくるくるやってんのか。何してんだよ。キリンジ鹿之助大活躍。何してんだよ鹿之助。手がかりを入手。ドラマルートザビー教なんだね。確かに入信してたよね。変な歌は歌うし、妙に気持ちが高ぶっていたし。サンデーモーリー、ひらがな。本当に恐ろしい男だった。何言ってんだ。僕気づいちゃいました。あの雰囲気、あの変な歌、必死に隠そうとしても僕にはわかる。サンデーモーリーは間違いなく
ザビー教。ザビー教とっす。つまり愛の楽園とはザビー教の総本山を示す暗号に違いないっす。謎はまるっとスリットゴリッと解けた。ハル様は曖昧すぎるな。ザビーランドにあり。え、本当にこれ見つけんのかな。結局鹿之助の探す旅はまだまだ続くみたいな。どこですか。そういう展開になりそう。山中の鹿之助めとおやすさんがお迎えに上がりましたよ。しかし、うん、ここもまあ行きましたね。演目を想像しますよ。どんなミュージックで攻めましょうか。たくさん作ったのにどこも客が入ってないのにな。まあ入るわけないか。ソーリン様はああ見えて寂しがり屋さんなのです。寂しがり屋さん。お願いします。おいけっせ。はい、はい、やむを得ません。ダンス。あなたの洗礼名はジェロニモです。ノリノリの踊れるミュージックでお客の財布の紐はゆるゆるですよ。ハル様、あのグリを捨ててどうしてザビー教なんかに。うん、いや、シカノスケも前回あのナオトラの極みルートでは、はい、あのいたよ。何山中だったっけ。次はザビー様を描く物語。今回はどんなストーリーでいきましょうか。どの話でもザビー殿が民からお金巻き上げて終わりなんだよな。あの猫かわいいな。持ち上げたいな。あ、ライキリ邪魔か。よしよし。ソーリン様の帽子を取ってお笑い。おや、誰か来たよ。おっと、誰か来たようだ。人々の笑顔。お笑いが手っ取り早いですね。ネタがつまらなくとも笑いなさい。笑う角にはダービー来たる。服来たるね。胸しげ。はい、胸しげさん。無心であること。無心であること。申し訳ございません。この程度の理不尽は朝飯前。信じる者は救われます。足元を救われるよ。だから逃げて。よくも大事な信者たちを。洗礼名つけるの大変だったのに。これはこれは入信希望者ですから。なんてまさかね。まあそんな感じです。嘘でしょ。ではどなたかのご紹介でしょうか。ちょうど今信者ご紹介キャンペーンを催しておりまして。OK。 はい、サンデー毛利さんに紹介していただきました。あ、紹介してもらったんだ。少年と鹿まで入信なんて、わし日の元の行く末が心配だよ。あなたの洗礼名はサイケデリックアロハコトーです。なんてなんて言った今。サイケティックなんて。お願いします。お願いします。あなたの表情、風向き、そして貯金、そこから導き出される答え、入信。なんとかランドへ潜り込んだはいいものの、この辺りを探す限りはハル様の姿は見えませんね。よしよし、やっぱりおやさん、こうなったら形だけでも入信して教団内部から捜査を進めるしかないっす。ああ、大空
に花開くザビー様の笑顔のようにファンタスティック。それいい。お前などザビー寺子屋から出直しです。出たザビー寺子屋。なんか3の時は言ってたな。希望者が並んでおります。ザビー寺子屋。怪しげな乗り物を発見。なんだこの来ましょう。乗ってしまいたい誘惑は。ここはカットやな。右下の撃破数さ聞き取りになってんだよな。これもいいよね。なんかキャラによってあの撃破の表示が違ったりするから面白いよね。えい、行きましょう。うん。ほっ。うん。やっ。よっしゃ。トーン。ほっ。の。いいよ。もう入信してんじゃん。なんだこいつらみたいな。おや、あなたが入信希望者のシカボーイですね。わざわざアニマル割引を作った甲斐がありました。お願いします。シカボーイ。いや、ダメっす。突っ込んだら負けっす。あの、実は僕、先に入信しているハルサ、いや、アマゴハルヒサさんと知り合いなんですけど。オーマイサビー、それは素晴らしい。あなたが言っているのはポエムアマゴのことですね。ポエムアマゴ。ポエミーならばつい先ほどセレモニーを終えて正式に愛のファミリーになったば。当たってないなと思って。おいでませ愛の楽園。さああなたもレッツ入信。待って、ドラマルートってザビー教に加入するみたいな感じ。どうしました。さんはいザビーザビー。かわいいかよ。うん、ま、胸しげよりはマシですね。マシなのか。いい。あなたの洗礼名はバンビ。あ、バンビね。好きにします。そしてあなたは鹿せんべいでいいです。ひどい。まずは成功っすね、おやさん。潜入捜査開始っす。なるほど、潜入のためにザビ君入ったと。待っててくださいね、ハル様。あ、でも結局あいつじまいやな。ザビー、さあ、あなたも行ってごらんなさい。ザビー。はい、ご視聴いただき、誠にありがとうございます。まあ、今回は山中鹿之助編の、ドラマルートをやってきました。ちょっとね、まだね、操作がちょっと難しいなと思ってるんですけども、このままね、アニメルートとキャメルートを使っていきたいと思います。なかなか面白いキャラクターですね。まあ結構ね、キャラ数いるから、まあいろいろやっていくんですけども、結構4はやり込むつもりなので、よろしくお願いします。では、次回の山中鹿之助編アニメルートでお会いしましょう。では、バイバイキュー。